1番の岸の沖が一旦突っ張るかどうか、あるいは下げるか。3番の樋口健と上がっていきまして、樋口が切りました。ここは最強の2人が出た形で、1番の岸の沖3番手に入っていますが、すぐに3番手から踏み込んでいきます。1番の岸の沖、3番の樋口健斗がどうするか、2番の大井の位置で果たして粘るのかどうか。大井のところに行きました。しかし大井ここは負けるわけにはいけません。4コーナー回ってレースは最終周回。先頭1番の岸の沖、がっちり番手キープは2番の大井俊、3番手には7番の藤田恭一。近畿3社が先頭から3番手、競り負けた3番の樋口健斗は車間が開いて4番手。前の3人、後ろの4人の展開でバックから3コーナーカーブと向かっていきます。前の3人で決まるかどうか。先頭1番の岸の沖、マーク2番の大井俊、3番手には7番の藤田恭一。どうやらワンツースリーは近畿勢、4コーナーから直線です。先頭は1番の岸直樹、岸がどうやら逃げ切ってのゴール。1番2番7番です。騎士は名古屋の時からずっと思うんですけど、そんな感じです。もう引きずられてるような感じで、でもやっぱ本人も言ってるよね、出足がちょっと、ね、まだそこまでこうバーンっていかへんっていうのが課題に出てるけど、その分ね、組み直し上げていくっていうのは、もうほんまバックでもう声出そうかな、出せなかったです。もう緩めてくれっていうのが。でも、飛びついてくるのはもう想定内で、あれは、ちょっといつも見てるんですけど、なんか、騎手もちょっと気づこうて、飛びついてこられたらちょっと嫌なんでって言われて、それでちょっと自分のペース乱すね、あれなんで、飛びつかれたら飛びつかれた時で勝負するから、ただ、もう自分の競争前までやってくれたら、後ろついていくようにあとは頑張る。やっぱりでもうまいことこう気ぃ使って言ってくれました、もうちょっとバック気ぃ使ってくれたらね、こうバックで面白いのって言うたら言って言うたら今日だ、言えたらありがとうな、ほんま気ぃ使ってくれた、結構赤いとこ来られた、首だけ出たらちょっと危ないなと思ってもう引いた方がいいなと思って引いたんで、俺からパッて足したかもしれないから、あんねんガッて大きいバックぐらい行くんで、すぐやら行った方が次から次来られて、うちで勝負できるんやから、はい、別に考えんけど無理だったら少し行ったのが、はい、もっとガツンって来てくれるのかと思ってな、4コーナー過ぎぐらいから行っても2人だけかなと、さすが偉い、まあラインで決まるのが一番いいなと思ったんで、まあ準決決勝って近畿の人が多くなればなるほど僕有利になれるんで、それをちゃんとレースでできるようにやっていきたいですね。ワンツースリーまで連れていってるわけだから、はい、一番いいよね、はい、優勝してないのは不思議だって言ってました。それも地元でも言われますね、一緒の練習グループで、はい。